と半分くらい司会をさせていただきます。私カラーガード隊の関真也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんご了承ありがとうございました。続いてお送りいたします曲の紹介をいたします。続いてお送りいたしますのは故郷の空という曲です。故郷の空と聞いてピンとくる方いらっしゃいますか。いらっしゃらないですかね。あの信号機とかでタンタ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 タン、聞いたことあります。この曲を本日は故郷の空 in スイングと題しまして、ジャズアレンジでお送りしたいと思います。とてもノリのいい曲ですので、ぜひ先ほどのように手拍子いただけたらとっても大変気持ちよく演奏することかと思いますので、どうぞ手拍子の方皆さんよろしくお願いいたします。そして2つの手拍子なんですが、裏拍でタンタンタンタラーラッタラッタという調子で叩いていただけるととっても、そうです、そうです、こんな感じです。よろしくお願いします。今回の空、いいのにお送りします。Thank you.
ました。結構とても楽しかったですよね。楽しかったみたいです。ありがとうございます。続いてお送りいたします。曲の紹介いたします。続いてお送りいたしますのは星野源さんのメドレーを3曲お送りしたいと思います。まず1曲目は、朝ドラの半分は多いご覧になってた方いらっしゃいますか。すずみちゃん、あ、見ましたか。はい、ありがとう。半分は多いの主題歌になりましたアイデアを1曲目に、そして2曲目がドラえもん、映画ドラえもんの主題歌になりました。ドラえもん知ってますか。はい、ありがとう。3曲目は、恋ダンスで有名になりましたね、恋を3曲目に演奏します。とっても可愛らしい曲ばかりですので楽しんでお聴きください。それでは星野源メドレーです。
テレビで人気のアニメ曲を4曲つないだ曲を演奏したいと思います。おそらく 題名を言わなくても何のアニメかすぐ分かると思うので、歌が分かるお友達は大きな声で歌っていただいても構いません。手拍子、足拍子、皆さんの好きなようにぜひ楽しんで聴いてください。いいですか？ではファミリーアニメコレクションをお送りします。すいませんですけど、あ、すいません。